梶田にいたずらをしてイチャつく岡本信彦です。なるほどね。2番目、はい、安心しきった寝顔。もう食べられないよ。そんなデブじゃないよ。デブじゃない、これは自分で料理を作って作りすぎちゃって、うん、食べたら動けなくなった安本さんです。僕は今なんとなく分かった、うん、そうそう、あの表情が好き、うん、考え事してる時の横顔。うーん、今度はどんなお仕置きをしてやろうかな。うん、これは、はい、これはあの何気ないところ発言が全部ド S になる遊佐浩二さんの発言。全部あんねん、そういうの。なんか、はい、俺 M じゃないんですけど、遊佐さんと話してると M でいいかなって。いじられたいっていう。そうですね。いじめられたいっつって、うん、得意のギャグが決まった時のドヤ顔。北海道にはドーナツがないんだぜ。だって言うだろう、北海道わっかない。おい、笑え。これは誰で、これは、はい、スカイプ中にマフィア梶田にキレる中村君。はい。でその後、はいはいはい、あの FF14 で、はいはいはい、であの早く元気になれよって言って、はい、装備と一緒になんかレターが送られてくるって言って、あいつアフターケアパーフェクトじゃん。俺には何か届いてるかな。呪いあれって言ってって言ってタランチュラが入ってたんだよ。あいつ俺にタランチュラ送ってきやがって。片思いの人に言われて一番ドキッとするのは、これも男の子に呼んでもらうセリフなんやな、きっとな。じゃあちょっとお願いしていいですか。はいはいはい、ねえ、今好きな人っているの？気持ち悪い。こいつは気持ちが悪い。すぐ逃げてる。ねえ、好きな人に限って緊張して気持ち悪いことが出る僕ですね、これ。緊張しますね、確かに。これは僕ですね、これは。これ過ぎたくなったね。2番。2番。最近頑張ってるよね。いつも見てるからね。すげえ腹立つ。すげえ腹立つ。腹立つとか言っちゃダメですよ。森久保さんですよ。森久保くんすげえ腹立つ。そうそう、なんだあいついつも見てるからねって言って、うん、そうだよ、不特定多数にも優しい森久保祥太郎さんじゃないですか。ね、ビームスのおじさん番、ね、あ、ちょっと目をつぶって、ほら前髪にパンくずがついてる。これどういうシチュエーションこれ。え、目つぶってパンくずがついてる、はい、なんだろうな、何をやってもお腹のすく坂口大輔さんですか。大ちゃん何やってんねん。4番。4番、はい、髪切っただよね、似合ってるよ、シャウ。これはね、あのさらに髪の毛を切ってしまうしのぎ交渉さんです、ね、ああ誰も紐切りは知らないのか。なんだよ、声優さんじゃないとこ出したのに。どうすればサッチャンみたいな M になれるかという質問です。どうすればっていう、私修行しましょう。修行修行しましょう。どのような、そうですね、どうしましょう。やっぱりここは、うん、やっぱりあの、うん、素敵なあの方に来てもらわないとダメかな。ああちょっと、完全に振られたぞ。あの、来てもらっていいかな。杉田の S は佐渡の S。ウェーイ、素晴らしい DOS。 いやド S としてじゃあ回答してやるよ。お、この質問に対して答えないことが S。 てめえはそこでずっと悩み続けてりゃいいんだよ。クロロスあんた、さすがだよ。うるせえわよ。こういう感じです。こういう相手の方を見つけてください。これで解決なんだ。もう解決、いいことです。わかりました、ありがとうございます。皆さんの方を見つけ狙ってください。だってアオニプロダクション所属の綺麗な声の人になんかこうすごい蔑まれたいですよ。杉田くんって本当気持ち悪いよねみたいなこと言われた時に、あの、すっごい嬉しかったんです。M じゃねえか。すごい、すごい嬉しかったんです。なんだよもう。パーソナリティたちが今よりも強くなるためには、うん、一度ね、やっぱり自分たちをこう、危機的状況まで追い込んで、サイヤ人方式で強くするしかないと。そう。いや、危機的状況、ピンチって何か、すごいプレッシャーの中で何かする、つまり芝居だってことになる。うん、今日はゆかなさんをお招きして、シチュエーションドラマを演じます。はい、そんな中で、自分の中のワンチャンスを見出してください。うん、事前に SP2 人には、僕の方からですね、うん、理想のシチュエーションというのを聞いてみました。うんうん、それを演じることによって、うん、皆さん、ワンチャンスを見出してください。うん、じゃあ、じゃあまず、俺からかな。じゃあまず、杉田くんの理想のシチュエーションから。生徒会長はアニメ大好き。どうぞ。俺は、生徒会の役員をやってる。会長さんは堅物で
正直苦手だ。何かにつけて。本当に頼りないのね。あなたを一言で表現すると小銭よとか、うるさい。ちくしょう、イライラするぜ。あ、生徒会室に明かりが。まだ誰かいるのかな。やった、今月もイラスト掲載されてる。やっぱ扇と東堂だよな。あの、会長で、杉田で、やだ、うん、広いの私がなんてはしたないリアクションで、そうじゃなくて、これは、その、好きだったんですね、アニメ。俺も大好きですよ。早く言ってくれればいいのに。お、これ、会長が書いたの？すんごくうまい。え、ありがとう。杉田くん、どうしたんですか？あんまり近くで喋らないでよ。結構ね、好きなの、あなたの低い声。ごちそうさまでした。これ誰得ですか？ただずるい、これ。これしかも自分で書いてるからね。いや、バラさないでください。ちょっと、バラさないでください。ルギーターさん。ああ、そうだよ。脚本は基本的に僕だよ。開き直りやがった。三沢幸香さんです、どうぞ。三沢幸香です、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。すいません、なんかこのめちゃくちゃな巣窟に来てもらって。いや大丈夫です。結構私聞き慣れているんですよ、実はこの謎の会話。聞き慣れているそうなんですよ。なんだと。高校の頃母と一緒にずっとこの番組聞いていたんですよ。お母さんと。お母さん。お母さん、うちの母が杉田さんが大好きなんですよ。はぁ、常々杉田さんと結婚したいって。あんた結婚して娘いるだろう。そうなんですけど、うん、お母さんのためにちょっとお父さんって呼んでみ。え、お父さん。いや、顔しちゃったけど、ちょっと。笑いが、笑いしか返せないですけど、初めて見た。娘か。娘、そうだよな。すげえよ、すげえ。同業者の親世代が杉田さんのファンでした。ああ、お母さんの年齢聞きたくないわ。本当に。面白いよね。高校生の頃。40、やめなさい、それ以上。え、つか、ってことは、ついてたファーストコンタクト、高校生の頃ですか？そうだよ。夢色パティシエール。はい。マジで。カフェ君。へぇー。そうそうそう。高校生の時から。制服のままアフレコする、なんか、あれ？若い子がいるなと思ってたら、若い子だらけなの、現場。若いエキス。そうでしたね。ジュニアアイドルと、子役と、いっぱい出てるのね。それにノブみたいなね。なるほど。そうでした。ついてたよ。はははは。汚ねえ、なんか。みんな、勘違いしてるかもしれないけど、夢色パティシエールの杉田くんの役、うん、リカルドは、ノブくんたちの役と同い年の役です。あ、みんな年上の人だと思ってたでしょ。同い年なんだよな。落ち着きすぎなんすよ。やかましい。金役でお菓子の妖精のバジルってのもやんなきゃいけなかった、これ。大変だったんだぞ、楽しかったけど。本当何度も言ったじゃん、アニゲラでも子供の方が呪文がうまかったって。何度も話聞きましたけど、現場、杉田さんは優しかった？優しかったです。優しくしてくれた。もう私はもうアフレコ自体に結構緊張していたので、もう皆さん、雑誌で見たことある人だっていう感じで。もう本当、こう、プロになろうと頑張っているところだったんですけれども。お母さんが好きな人だって思ってた。そう思ってました。お母さんに内心で言わなかったんですよ。嫌われたくないから。こいつキモいなって思う。ファンかよって思われたくないから、あの時言えなかったんですけど。思わない、思わない。杉田さん思わない、そういうの。なるほどな、そういう年代の人が出てきたかと思って。面白いなぁ。というわけでメール行きましょう。やっと行きます。まあ、上坂さんということで、上坂さんってのさっきの、まあ、可愛い可愛いもありましたけども、まあ、実際可愛いので。はい。俺は目をそらさないと。目が。目見開いてますよ、実は。いやいやいや、僕は冗談が嫌いなんで、本当のことしか言いません。そういうのが一番恥ずかしいからダメです。本当に私、やめろいいな、これ。やめろが聞けた。いいぞ、これ。バドミントンの筋肉痛さんはですね、USSR。上坂さんはロシア好きであり、ガルパンに出演してたということで、上坂さんは旧ソ連製戦車の中で一番何が好きですか？濃いな。僕はこの JS？ これスターリン戦車ですね。これヨシフ・スターリンの略なんですけれども、重戦車ですごくでかいです。なんか、すごくですね、話すと長いですね。この普通歌の時間を割いていいのかわかんないんですけど。いやいや、どうぞどうぞ。どうぞ。みんな期待されてますよ。
アメリカのクリスティ戦車が源流となっている、うん、ソ連の1930年代の割と主力だったっていうか、まあ30年代なんでちょっとプロパガンダ要素が強かったんですけど、はいはい、西側をすごく圧倒したその当時、うん、まあ軽戦車ながらもその名は BT シリーズっていう、まあ快速戦車なんですね。軽戦車ということで装甲はとっても薄いんですけど、うんうん、今でもプロパガンダ映画でこう沼地とかですね、川とかをこうすごく速くですねくぐり抜けていく、もうソ連独特のプロパガンダ手法で撮られた下から撮るとか、そういうですね、まあ、そういうどっちかっていうと時勢向きではなかった独ソ戦の中ではすごくですね動く的みたいになっちゃったんですけれども、でもそこもまたやられやすい戦車っていうのはだいぶ好きなので、なるほど、ガンガンこう強くて、ドイツ戦車とかって割ともう重くて強くて、うんうん、そこも厚くて抜かれにくいっていうのがいいとこもあるんですけど、うんうん、これはソ連戦車って結構 AT に通じるところがあって、もう運が悪いと一撃で死ぬっていう、まあ、確かに、そう、あれがですねソ連戦車の見どころだなと思いますね。流れ弾が跳ねてコックピット入ってきて死ぬとかあるもんな、だって、うん、割と、うん、そういうのも。やばい。この人の話、くっそ面白い。え、本当ですか？説明超うまい。びっくりした。やったー。